ソカゲ県は、香港の政治家、第二大香港特別行政区行政長官を務めた、通称ドナルド・ツァン、1944年10月7日に誕生する。1964年に、香港か、ひとし書院大学予科卒業後、香港大学建築系に入学するも、経済的事情で中退し、ファイザー製薬の販売員を2年間務めた後、 1967年にイギリス統治下にある香港政庁に入庁して公務員となる。入庁時はノンキャリアである二級行政主任であったが、1971年に幹部候補である政務主任試験に合格したのをきっかけに昇進を続ける。主に経済畑を歩み、1977年にはアジア開発銀行に出向した。 アジンギンでの経験は評価され、1981年にハーバード大学ケネディスクールに留学し、行政学習士を取得した。また、香港中文大学と香港理工大学、香港大学からは名誉博士号を授与された。その後、経済、財政政策の専門官として、通商局長などを歴任する。1995年には、 カジンとしては初めて財政長官に就任する。1997年の香港返還前日にはイギリス政府よりナイトコマンダーを受訓し、サーの称号が与えられた。返還後も財政長官を留任し、アジア通貨危機の際には香港ドルの防衛に尽力した。2001年に鎮方安政がトック政府ナンバーにポストである。 政務長官を辞任するとその公認として就任した。2002年には大紫警勲章を受訓している。2005年3月に当県家が行政長官を辞任すると香港基本法の規定により行政長官代行に就任した。補欠選挙は同年7月に行われるため政務長官の公認は置かれず、参がそのまま兼任することとなった。 2005年5月26日、7月に行われる補欠選挙に立候補するため、政務長官及び行政長官代公職を辞任した。当県下の辞任直後から様々なルートにより、中央政府移住の公認人選であることが伝えられていた。6月16日、参は796名の選挙委員のうち674人の 推挙及び40人の支持を取り付け、他に立候補に必要な100名以上の推挙を獲得した者がいないため、自動的に次期行政長官に当選した。6月21日、中華人民共和国国務院の温加宝総理より、正式に行政長官に任命され、同24日には、北京にて宣誓を行い、行政長官としての職務を開始した。2005年、 立法会に政治体制改革政府案を提出し、第3期行政長官選挙における選挙委員会の定員増加や立法会議員選挙における議席数の増加を目指したが、普通選挙の早期実施を主張する民主派議員の反対により法案は否決された。2007年3月25日に実施された第3期行政長官選挙は、 第一期選挙以来初めて複数候補が争う選挙となり賛は649票を獲得して再選した。2015年10月5日、連政公署により行政長官在任中の不正行為2件につき、訴追された。その後、2016年10月11日にさらに1件の収賄で追加起訴された。はての訴因について無罪を主張したため、 香港高等法院の原商法廷において、売信による裁判が2017年1月10日に開始された。同2月17日、売信は一件の不正行為について、有罪、もう一件について、無罪との評決に達したが、収賄については、評決に達することができなかった。同22日、高等法院原小法廷は17日に、有罪とされた不正行為について、 両刑を行い、20ヶ月の禁固との判決を下した。なお、2月17日に氷決に達することができなかった、収賄関する訴追については、2017年9月に新たな陪審による事実審が行われる予定である、トレードマークである蝶ネクタイを愛用していることから、蝶ネクタイの皿のあだ名がある、八人兄弟の長男、父の祖父も弟の祖ヶ月うはに、 香港警察の警察官であり、祖ヶ月近うは香港警察トップである刑務所長を務めた。夫人はマカオ出身のソアワビ、笑いゼンマイで1969年に結婚した。経験がカトリック教徒であり、毎朝ミサに参加することで知られる。このことはイギリス統治下の香港政庁の官僚出身であり、イギリス政府から叙勲を受けている。法日歴は、 プライベートな訪問を含め多数あり、財務長官、政務長官として公式訪問しており、行政長官としては初めて日本を公式訪問した。香港ラじオ局英語放送の番組で人民が極端に走った場合、文化大革命のような運動が出現する。人民が全てを掌握したとき、その地域の管理は困難になると香港の民主化を、 文化大革命に例えるような発言をしたことで、香港の各界及びメディアから多くの非難を浴びた。ありがとうございます。